ラップブックに恋をして、親父の椅子に憧れてた。仲間の一人はバイクに乗り、仲間の一人は考え込み、冷めたコーヒーすすりながら、奴らも椅子を探し続けた。今にも崩れそうな強がりを抱えて、慣れない手つきで彼女を抱いて口笛を吹いた。誰が一番背伸びできるか、そいつが一番肝心さ。三つ目の駅から見下ろした街に、俺と同じ顔を見つけてまた口笛を吹いた。そんな東京を見続けている。